はい、こんにちは、友藤田です。今回、ナムショー2018年、フェンダーブースに来ています。今回ですね、フェンダーのエフェクトペダルのシリーズなんですけども、フェンダー自体がですね、こう開発して、チームワークで開発して、ミュージシャンにもいっぱい試してもらって作った自信作のエフェクトペダル、本格的な、ね、エフェクトなんですね。で、今回のこの特徴は、まず、このね、耐久性も考えて、アルミの、ね、削り出しでしょ。で、またほら、フェンダーの、アンプのね、ジュールが、ね、あったり、あと、このように、ノブもライトがつくのでね、とても見やすいですね。あと、やっぱりミュージシャンにとって一番大事なのは、電池の交換ですね。電池が好きな人は、これ、このように、とても出し入れがやりやすいです。皆さんも、ぜひ手に取って使ってみてください。この後、一つずつまた、ペダルをご紹介したいと思います。はい、こちらですね、エフェクトの方をまた、ご説明したいんですけども、こちらは、バッファーですね。レベルセットバッファー。エフェクトでもね、バッファーが出ると僕もちょっとびっくりしたんですけど、ここもやっぱりかなりやっぱよく考えられてですね、ハンバッキングのギターでもシングルコイルでも音量そして音質を整えるためにバッファーがあるとレベルも自由にですね、調節しやすい。そしてハイフリクエンシー、要するになんていうの、ブライトさとかを調節できるのでね、これでどんなギターをつないでもいつもパーフェクトな状態で演奏ができるようになっています。こちらです。で、次のやつが、ここからですね、あのペダルの方実際に音を出しながらやってみましょう。The Benz Compressor、 これは、コンプレッサーですね。何が特徴かというと、いろいろな、コントロールができるんですけども、そのコンプがかかっている状態が、ちょっと分かりにくい場合なんですが、これカラーで出るんです。そしてですね、あのこのリカバリーあのボタンで結構なんていうの、コンプの速さが、ね、アタックが速くなったりゆっくり伸びたりですね、そのあたりが、調節できます。ちょっと弾いてみましょう。見てくださいね、ビデオが変わります。ほら、コンプの、まあ今ずっと弾いてるのでコンプがかかった状態、わかります？伸びてその間からコンプがちょっと落ちるところが強く弾くとかかりますね、弱く弾くとコンプかからない。だからダイナミックスの面でもとても使いやすいコンプレッサーです。次のペダルは、サンタナオーバードライブといってですね、3バンド EQ で、プレゼンスのつまみもあってとても使いやすいペダルです。特徴としてはですね、 AB ボイシングというのがありまして、シングルコイルに合ったサウンド、ハンバッキングに合ったサウンド、それもコントロールできます。もう一つはブースト機能もついているので、ソロをもっとブーストを大きくしたりできますね。まず音を弾いてみましょう。今すべてですね、12時にしてあるので普通の感じなんですけども、とてもバランスのいい、これですね、変えましょう。わかるでしょうかね、ちょっとブライトになりますね。だからこうやってブライト気味なのが好きな方もいるし、ちょっとウォームな感じ。その上にブースト、ここで、とても使いやすいペダルです。こちらのプジディストディストーション、音を出してみましょう。今もオンになっているのでちょっとね、あのノイズが出ていますけども、2つのチャンネル仕様、2チャンネルでですね、2つのサウンドがキャラクターをミックスできますね。1つ目の方が、ローのディストーション、2つ目がハイゲイン、そしてまた2つをブレンドできるんですね。ブレンドで要するになんていう の, あのアタック感を使あの与えることもできるし、そしてもっと太い感じもできます。まあコンプレッション、
でこっちはするともっとアタック感でしょ。まあ、今気持ちよくベースブーツがちょっと入っていますけども、こんな感じでとても使いやすいディストーションです。僕もかなり気に入りました。それでは次のペダル行ってみましょう。はい、こちらですね、ディレイなんですね。ミラーイメージディレイ。このディレイの特徴はまずタイプがですね3つあって、こうノーマル、デジタル、今デジタルのね、まあ輪郭がはっきりしてとても綺麗なサウンド、バンドの U2 とかね、こういう、次に結構人気あるのはねアナログディレイ、ちょっとねウォームな感じ、すでに同じ音ですけどもね、温かい音で、もう一つがやっぱりこうヴィンテージの好きな人に人気のテープ、いやテープエコーですね。そうすると甘いながら何かこうちょっとキラキラしたという、で今ですね軽く、モジュレーションかけてるんですね。だからモジュレーションかけることによって本当にこうテープの緩みというか、そういうところが、デプスとレイトでかけられます。あともう一つ特徴はですね、フィードバックを全開にしてもブワーってこうフィードバックなんかむちゃくちゃならない、普通のペダルとよくなるんですけども、そしてレベルもですね全体にあって本当にこうなんて 50% ぐらい 100% ならないので、絶対に間違った設定ができない感じもとてもありがたい感じですね。あともう一つ、あの普天8部という感じでこうタッタッタッっていうリピートもですね、タイミングも作りやすくできてますから本当に使いやすい。もう一つは途中で切ってもディレイが切れない、そういうところとか、裏に、もう一つですね、ドライキルスイッチというのがありますから、ループを使って、アンプの中でディレイをちゃんと使うこともできる、すごく使いやすい、ディレイです。それでは次の、リバーブいきましょう。はい、次の、マリンレイヤーリバーブですね、これはホールルームスペシャル島、要するにこう長い感じのリバーブ3種類ですね。あとさっきと同じで切ってもスピルオーバーという、なんていうのすぐに消えない機能もあります。キルドライ、ね、アンプの、パラレルループもできますから、まずはですね音を聞いていただきましょう。今、ホールルームに、ね、真ん中にしてあるんですけども、普通のリバーブ、こうまあ、今ちょっと分かりやすく深い目でかけてるんですけど、もちろん浅くもできますね。で次にこちらシマーにすると、こうヒーターでこうスーッとこうつなぐ、でこちらにするとですねもっとなんかこうトップにシャラシャラとかかる、でプリディレイでもですね空間の広さをエミュレートできたり、とても幅広い楽しいリバーブなので、皆さんも試してみてください。